ここで 2P ポンザマン。あ、アキラくんの形敵打ちっぽい流れになってるっぽいですね。そうなんだ。あ、俺これ聞きたかったんですけど、これはどうなんだ、どっち。 6.5 ぐらいでベニマル。ベニマル、なるほど。あー、これはホンダがかなりさばききっている。右勝ちかな。さあ、あれほど無双状態にあったひなこがここで落ちて、中堅のかすみ。さあ、かすみってこうなんかダーってなりません。ダーってなります。ダーって言いたくなりますよね。だって全部さ、技がゴム栓に出せないキャラだから。置きしかないんだけど、はい、その置きがリターン高いし、そうなんですよね、変な判定して勝っちゃうんですよね、はい、でその変な判定しかって、で金減ったーってなってダーってなる。ダーってなりますよね、本当に仕方ないです。はい、待って、激しいんだもん、ガスミ。意味わかんないとかで技とか振ってさ、それが噛み合ってさ、ダメージ取りましたとか、そういうキャラじゃん。確かに、ほんとどれもなんか痛いですからね。危ない。さあ、なんとかなお逃れた本田川。うまい。うわー、すごいところに当たった。うまい、しっかり見ている。さあ、ここでゴフマニが落ちるのか。大将の裏タク、あー、開幕飛び刺さる。なんだ、この対戦どうなってんのこれ。いや、なんこれ、まあ、絶対超きついですよね。ほら、やばいじゃんこれ、何これ。いや、超きついんですけど、裏タク使ってる人ってみんななんか、ほら、こいつは何言ってんの。いや、みんな、こっちが絶対ねって、ほら、画面見てください、ほら、現実です、これ現実。確かに。何これ。やばい、今のかっこよすぎて言っていいですか。言うでしょ、これは言うでしょ。で、とりあえずワンピー側が、俊也師匠、俊也君が座ってます。今聞きましたよね、ブリさん。あ、聞きました。ポンドさんの熱い、はい、とりあえず、まあ、ベニマルと浦田君、まあ、キチよねっていう話を、まあ、認めるけど、まだ浦田がやりようがあるでしょと。やりようがある。俺だったら、確かに、俺が浦田君だったらって、俺が浦田君扱いだったらもっとうまくやると、はい、言ってましたね、今。なんという、もうまさに闘神ですね。確かに。かっこよすぎてもう涙が出そうなんですけど。どんだけかっこいいんすか。俺現実知って終わりだと思うよ。マジで。いや、それはまあ分かんないですけど。まあ、どうなんですかね。今なんか7382とかやれてて、はい、本当に3つくか怪しいんですけど。あ、なんか今10-0コースですよ、本当に。10-0。いや、でもそうじゃないですか、実際。本当に7382って言われてて、本当にそのダイヤがついてないから。やばくないですか。で、はい、はい、で、はい。の方がアインが刺さって、俊也が先制。中堅のイオリ。さあ、ポンソのイオリはね、息がいいんでね。そうですね。こっからなんか。さあ、俊也側は少し粘っておきたいところ。うわー。今待ってましたね、ずっと。ずっと待ってましたね。明らかに飛んでるの待ってましたね、はい、今。で、アンニなんだ。これなんかあんまり、まあ、あんまりアンニが美味しいイメージないんですよね。あ、そうなの。まあ、お互いいい勝負じゃないですか、だから。なんで結構キャラが強いのに、なんか草木シリーズとかにもあんまり相性が良くないし。ああ、確かにアンニ強いんですよね。はい、強いんですけど、なんかよくわかんない。なんか使ってる人もあんまりいない。まあ難しいっすかね。あ、そうですね。漏れちゃうんすよね、財源が。あ、確かに。あれ本当に痛いですよね。本当に終わってる、あれ。一応前押さなければ財源出ないから、ニュートラルシータが出せば C は出るんですけど。はい。あ、ちょっと難しいっていうところですね。これはくずかずから遠視八乙女でフィニッシュ。本田がリーチ。俊也の対象はクリス表ですね。
開幕すらするクリスも珍しいっすね。なかなか勇気はいりますね。98の現役の頃とかにいたと思うんですよ、開幕すらっていうクリスは。そうですね、でもなんか見なくなったんですよね、はい、なんだろう。で、なんか非常によろしくない状況ですけど、ここはシュネア取っておきたいが、いやー厳しい。体力が、これはまあやるしかない。そうですね、やるしかないね今。はい、もう難しいな。むしろいい判断というところでしょう。これね、D 投げ入って A 級入れば勝ちですけど、そこまでいけるかな。そういう感じですね。パス見ながら荒らしやすいですけど、いやさすがにガードは硬い。相打ちか。2P ポンザに対するのは 1P 側メイプルプープーさん。プーさんは本キャラはショイと、え、いや、なんか本キャラウラロバー系ダッシュとかじゃないですか。あ、そうなの。いや、わかんない。なんかショイとシャンフェイのイメージがあるんですけど。あ、間違いね、ショイはね、イメージでね。はい、一番なの。あ、これベニマル対ショイってかなりやりやすい。当時 M ダッシュのベニマル対 S 田さんのチョイが、はいはい、もうすごいニコニコしながら勝ってる S 田さんのイメージしかなくてやばいですよ。チョイがやりやすいと。はい、なんか一見ベニマルになんか裁かれそうなイメージがあるんですけど、そんなこともないですかね。だからね、あの耐久がねやっぱ弱いからね。あ、ベニマル耐久横には強いんですけど、あ、まあそうですね、上には強くないからちょっと相性悪いんですよね。あとめくりに当たらないしね。あー、なるほど。あ、なんかベニマル の上昇流ってはい、だから根元なんか反転ない部分ありません？ありますよ。ありますよね。なんか俺なんとかあれでがっかりさせられてることがあるんですけど、根元当たらないっすよ。なんかパーのしゃがみシートに当たらないし。あ、根元だと光るんですよね。うん、あ、なんだかんだ言って体力が体力時間ともになくなってきて、あー、これはもう崖も使えない。時間てか雷神剣じゃないんだ。雷神剣じゃないの。雷神剣がノリでやっちゃった。あー、ガーキャン使ってほしかったんだ。あー、なるほどね、ガーキャン使ってほしかったんだ。はいはいはい、まあ、確かに使われたところでっていうところですよね。多分名前ってしゃがみしい浮きとかしかないよね多分。あー、はい、え、違う、本当にガーキャン使ってほしいの。危なくないですか。あ、今度は雷神剣に変えて、雷神剣が最後の一発だけなんでしたっけ。そうっすね、ガーキャンできるのが。はい、いやー、これはしっかりスパキャン。これ仰向けダウンとな、あ、うつ伏せなんだ。さあ、あ、ポンザが一気に2打で、はい、ここからさあ、ポンザが乗ってしまっている。投げも外して硬い。さあ、プーさん側だいぶ攻め手がことごとく潰されている感がある。うわー、いやー、めくりも落として、ポンザワールド入ってますねこれ。もうやばいですね、さっきから本当。ポンザ守りも硬いからな。あ、コマ投げもジャンプ B に化けてしまい、3立てでポンザ勝利。はい、ここでワンピガーが、まあ、三坂さんのグループはなぜあまり仲が良くないのか、トップということで、プリーさんですね。オーダーストライク。残るはナルトさんだけの状況でございます。で、プリーさんは、まあ、本キャラである、まあ、Kダッシュの代わりに草薙を投入している感じですね。2番手、そして1番手にネームレスという、あ、この組み合わせがやりたかったのかな。先方同士のここはくぐって一発、本坂先生危ない。これけどネームレス側はどうすんだろうね、ゲージのない状態だと。昇竜バナして届かない。
うわジャンプ C が落とせない。さあまたもくぐる、下波からジャンプ C、 反動三段蹴りしっかりしている。さあ2番手の草薙、外野のなんか OZ さんがなんかちょっとうるさいんですけど、いや嘘、大丈夫大丈夫。はいで、草薙がしゃが、うん、ND を斜め下で抜ける。うまい、クリさんはタッチビート対空でもう外を構えるっぽいですね。しかし画面端はまあそうは言っていられない。あ、よくガードした、飛ばしジャンプ D めくっている。コアガーキャン D 投げが通り、ここはめくりしっかり落としている。時間もなくなってリードは草薙だが、うん、難しいところ、追い込んで C 投げ、もう一発 C 投げ、なんとかダメージを最後まで取ってタイムオーバー。あ、すごい外野の外野が熱い状況になってますが、試合の方は草薙対より、あーナルクス、これは確定はない。さあジャンプ C が深めに刺さってポンザがリーチ、対処はひなこかな。先週は俺も含めこのひなこに散々な目に遭わされましたね。さあそれを再現することができるか。あ、キャプさんがここでこのタイミングでキャプさんが登場したようです。ジャンプ D から、あ、これは強盤前八乙女から使うか使わないか、ここは使わない、下がって距離を取る。こうなるとさすがにひなこもちょっと苦しいですね。頑張らなきゃいけないポイント、ここはしゃがんでいる。さあここからちょっとお互い難しそうな場面ですね。さあプリンさんはまだ慎重、落ち着いている。うまい。さあポンザは逃げて時間いっぱい、あわよくば逆転できればいいかなっていう感じですね。プリさんはなんとかしのぎたい。あっ、うわー熱いな今の。一緒に相撲やりませんか。タイムオーバー。これ大将戦までもつれる。ラウンド5ファイト。これはちょっと怖いですね。本当に一瞬で巻き返される可能性ありますからね。うわ差し込む発砲ゲームみたい。これはどうすんだ。ここはゲージオンドン、もう1回で勝負を決めようっていう感じですかね。はっ、もう逆転してる。あっ、うまい、これは読み切っていたが、ポンザがしのいで勝利。褒めてやると、はい、なんかナルトさんはの試合中でオズさんをいじめてるんでと確かにオズさんさっきから弱いキャラでずっと入ってということで、まあ、キャプさんが先に出るという。オーダーストライク。キャプさんはいつもはなんかあとプラスダイモンとかだったと思うんだけど、だからダイモンは弱いからな仕方ない。今回は K ダッシュを前方に持ってきている。あーリバ台で逃げるが、すげえ流れが良くない。さあ今度はどうする。時間が半分切ったぞ。さあ逃げじゃい大ジャンプが噛み合って
さあポンザいいとこがないまま終わってしまうのか。うわーマジかー。ああマイク切れてた。ピンポイントにシェル置けました今。一回もシェル出してない。はい、さあ中堅のイオリ、これもう状況が結構罰ゲームなんですけど、どうするんですか。ポンズだったらやってくれるのかな。結構やってるのは見ますけど、相手がギャップなんですからね、どうなのか。なんかいやゲージあるポンズさんがやってるのは見るんですけど、あ、はいはい、その罰ゲームのポンズさんがやってるのはあんまり見ないから。なるほど。てか奇跡ですよ別に、ポンズさんがどうこうじゃなくて、まあ、基礎ではありますよね、本当に。ただいい感じに噛み合ってるから、うわーこれは痛いんじゃないのこれ。今の一発痛いですね。うわー汚いこのキャラ、なんだこれ。さあまあ仕方ない、仕方ない、使うしかない、強気経費でしょ。さあキャプタンはまあおそらく、まあ、残り10秒切るまでは動かないといったところか。あーうわーなんかだいぶ仕込んでたっぽいけど、なんかね、いろいろもじゃもじゃやってたからね。そうですね。あーもう、あーあーあー怪我してみると、あーじゃないですか。まあ確かに怪我して、あーっていう。あなんか今すごい走り感が見えたけど、走って投げられて、あー前が繋がらず、なんとかしのいで、あーいける、まあいけるかな。キャプターが今日が結構、はい、結構きついので、はいはい、なんかワンコンボ食らったりしなければ、あーそうですね、全部吐き出して倒してクリスをなんとか頑張るって感じですかね、はい、気合でみたいな、気合で、はい、さあチャンスか。うわーガードが硬い、それを使いますね、さすがに。さあどうする、まあ、お互いなんか一生懸命技振ってんだけど、そうですね、時間だけは過ぎていく。うわいいの入った。さあここポンザ我慢のところだぞ、はい、ポンザ我慢しろ。うわー痛い、これは使ってきたね、さすがに。あー苦しい、うっ避けるかポンザ。はっ、発動した、発動した。まあでも残り3秒ぐらいでしたからね。ゲームオーバー。はい、ここでなんとか間に合った Q さんが 2P 側に座ります。でいきなりキャプタンとやらされる雨に、キャプさんは K ダッシュを抜いて両ラルクラ。なんかキャプさん A にはなんか草薙兄弟ラルフとかなんかキスみたいなことを言ってたんだけど、あ強側がってことですかとか言ってた、なんかクラークにはいけるんだけどラルフがちょっとキスみたいなことを言ってた。あーそうなんですね、全然よくわかんないけど、もうよくわかんないよ、確かによくわかんないです。吹っ飛ばしを足払いで狩り、そのまま流れるように画面端。おっと、あお互いかなりいい状況になっている。さあここはラルフが押して空対空ジャンプ飛ばしめくりをガードして、あこれはあれは、まあ、まあ果敢がいろいろある。なえアルゼンチン確定ですか。別に確定だし、コパンあの何け食べ合わさってもいいし、はいはい、ガトリングだっけ、わざみが出てこない。先方戦を制したのは Q さん。さあ使っていった、さすがに使うか。これはそうですね、これ減りますね、結構ね、ライブにしたら結構減るから。あそんなゲージも食べられるんですね。いや大越さんやってましたよ昔。あ確かにやった気がする、覚えてないですか。やった気がする。まあ、ラルフはけど仕事したといった感じか。そうですね、だいぶ仕事した、はい、やばいね。さあ両側もまあ3ゲージあるのでどっかでなんか通るかな。結構事故らせづらいですよね裏ロバは。そうですよね、
どちらかというとうまい。さあ、ゲージ止めて、2回ギャッ止めて、いやー、追いついてくる。あ、マジか、もう面白いね。ハモった今、そうですよね。ハモった今、マジかですよね。マジかがハモった。マジか、確かに面白いね、今。確かに大勝利入りそうだしね。へえ、へーって感じだよね。あー、危ねー今。確かに危ねー。この辺、この回線が結構きついからさ。まあでも体力ないから、どっかでスライド2回ぐらい刺して、はい。さあ、キャプターはゲージを貯めて、Q さん側は一発を伺う。中段はガードしている。うおー、なんだ盛大に漏れてるけど。最後は空対空相打ちになって、キャプターンがなんとか取り返して大将戦。この対戦やばくないですか。これはどうなんですかね。まあ、クリスが有利だと思うんですけど、はい、クリスもあんまり全然有利じゃないというか、そのなんかそれ危ないですよね。なんとなくわかります。はい、クリスリターンが低いキャラだからちょっと危ないですよね、本当にこの対戦。打ち切って、おっと、シーを釣るが、コンボ、うわー、なんだなんだなんだ今。さあさあ、お互い決定打がないまま時間が30秒切る。なあ、あー、地上でジャンプ D がすごい当たり方したけど今。いやー、なんか今はい、まあこの画面外で面白いことが起こった後のこのキャプさん対ナルトさん、まあ、カットされちゃうんでしょうね今。はい、あのオズ対ナルトの主張が、まあね、画面外の主張がまあ何が起こってるか分かんないですからね。まあ最終試合、さあ、軽ダッシュ同キャラですね。はい、これはお互い、あ、キャプさんは今日が入ってますね。今日はずっと今日なんですかね。ダイモンじゃないのか。確かに最近本当ずっと今日、そうですね、山崎とか結構いたんだけど。あ、はい、確かにそうですね。口くされちゃったか。山崎ダイモン、リョウとか口くしちゃった、口されちゃったか。あ、これはでかい。あ、ギリギリ避けて、うわー、これはあ、狙われた。このミスは徳さんメンテ悪いんじゃないの。これは痛い、メンテ悪い、ほら徳さんメンテ悪い。これは一発刺さって大ミニッツ。あ、いや、ナロー出なかったよね今ね。大ミスの後なの出てないから、徳さんメンテ悪い。メンテが悪い。メンテ悪い。あれ、なんか徳さん波動拳出ないよ。メンテ悪い。波動拳が出ない。さっきから波動拳出てないじゃん、キャプさん。ほら、斜め下が入んないんじゃないの。まあ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 。さあ、はい、はい。はい、ちょっとの体力が。さあ、今カウンターが10を切って、ああ、うわー、潰れた。そうですね、なんか時間見ながら戦うといいっすねこのゲーム。まあそうですね、結構やっぱ KF 大事ですよね。そうですね、一応10カウント過ぎると4ドットずつ相手の回復量が減ってくんで、はい、まあもう、まあそうですね、まあダメージ与えてるようなもんですからね。そうですね、うわー、マジかー。ドキさん今ダーでしょ、ダー、ね、ポイントだよね、はい、ああいう感じのところですよね。あ、あー、なんか、あ、これは、うん、オキゼマを選択したが、だー、うわー、だー。さあ、リードは若干キャップ決めて、さあ、ナルさんにやられたオズさんはキャップのセコンドに。走り込んで追い込んでいく。
間合いの詰め方が非常にうまい。いい投げで亀梨、またもう甘いらないよ、甘いらないよ。あうわ死んだ、あ外した、ピシッと粘れるか、ケロ苦しい、ガーキャンでも落ちちゃうからね、どうすんだろうね。ああ無理だったか、苦しいよな今の。さあキャプタン勝利で本日終了。はい、ブリーさんありがとうございました。キャプさんに一言をいただいて終わりたいと思います。あ、小津さんが言う、小津さん、はい、いや私のアドバイスのおかげでキャプさんが勝てたと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、キャプさんに渡してください。いや、ヤジが厄介でしたけど精神力で跳ねのけでなんとか素晴らしい試合でした、はい、はい、ありがとうございます。ヤチさんおめでとうございます、はい、なるほど、確かに、はい、というわけで、締めたいと思います第141回 KF02M 紅白戦声で終わりたいと思います。皆様お疲れ様でした。お疲れ様です、はい、ありがとうございます。